マイ FC ロッカールーム。皆さんこんばんは。マイ FC ロッカールームの時間がやってまいりました。藤枝マイ FC の選手のみでお送りする30分、なかなか伝えられない選手の素の一面も引き出しつつ、普段ロッカールームで話している時のような自然な会話の、自然な会話でチームの魅力を発信していこうというコンセプトの番組です。本日のパーソナリティは僕、杉田雅彦が担当させていただきます。初めてなのでお手柔らかに。番組ではメッセージも募集しています。選手への質問や番組の感想などあればぜひぜひ送ってください。メールの送り先は myfc@gsky765.jp myfc@g-sky765.jp です。皆様からのメッセージをお待ちしております。この番組は性感検査センターの提供でお送りします。マイ FC ロッカールーム。さて、ここからはゲストをお迎えしてお送りします。それでは早速自己紹介をお願いします。背番号2番ディフェンダー川島信之です。よろしくお願いします。お願いします。背番号7番ミッドフィールダー水野大輔です。お願いします。お願いします。本日はこちらの2名をゲストに迎えてお送りしていきます。よろしくお願いします。お願いします。なんですかね、このメンバーもうなんか幹部会みたいになってますねだね。一応キャプテン副キャプテン2人と、うん、どうすかねここ最近は。いやでもいいんじゃないですか、上位相手にもいい戦いできてて、うん、確かに最低限勝ち点1を拾って帰ってきて、うんね、上位との対戦結構得意じゃないですか。確かに意外と ね、うん。まあ、でも前半戦は結構負けてるイメージあったし、うんうんうん、あそっか、須藤さんも結構そういうのは口うるさく言ってた、うん、イメージあるけど、まあ、確かに下位の試合は絶対にこぼしたくないっていうのはありますよね。そうだね、うん、まあそして次回いよいよ静岡三国決戦どうですか。あ前期水野選手は出てないんじゃないですか。え大輔出てないっけ。俺出ない。ちょうど怪我してた山形戦で怪我して2人。あそっか、あの山形の後だったっけ。そうですね。そっかそっか、俺はもう燃えるものが。じゃあもう2人のせいってことでもいいですか。2人前期ごたこされたのどうなんすかね、ディフェンスとしていいんすかね。よくないねやり返してやろうっていう感じですか、うん、やっぱり、うん、まあ、なんか最近こう前期やられた相手と連続して対戦してるから、うんうん、あ確かに、うん、そっか、前節のベルディもそうだし。そうだね、そうですね、うんうん、こうやり返すって意味では、ね、確かに熊本もすごいいい相手続いてるんじゃないかなと、うんうん、しかもあの満員のピッチで、あのオレンジ色がたくさん来ますけど、うんだね、楽しみだね。その中でねホームで勝ち取れたら最高ですよね、うん、そうだね、最高に気持ちいいだろうね、うん、ホームで全然勝ててないしね。うん、そうね、だってもう5月ぶりぐらいなんじゃない。5月ぐらいから勝ってないんじゃない、もう俺らホームで勝たなきゃこの窓割られるよ、ね、そろそろやばいね、それは本当に気をつけてくださいよまあまあとりあえずそこにはあの死ぬ気で勝ちに行くということで、ね、まあこれまでこのマイ FC ロッカールームの放送とか聞いてました。聞いてないね、この感じね。この感じは聞いてないね、うん、聞いてないね、この感じは聞いてないかもしれない聞いてくださいよキャプテンしっかり、まあ、ラジオ出演とかでも結構、まあ、プロのキャリアも長いし、まあ、テレビもラジオも結構出てるんじゃないですか、うんうんうん、得意っすか。まあ、そんな緊張はしないよね、うん、もう緊張しない、うん、でお前緊張してるし。俺めっちゃ緊張してる今日全然喋ってないでしょ来た時から。え今日が初めてのMC？ そう MC 無茶ぶりで2人だけっていう。ああそうだったんだ。そうなんですよ、1回あって実は苦手、ね、苦手じゃないけど、うん、なんかこういう台本があると逆に苦手っていう。確かに最後だってもうクラブハウスだったらもう一番うるさいぐらいだもんね。いやでも
俺もそう思ってたけど、うん、この放送聞いてると、うん、やっぱチディが一番うるさいっていうのをみんな言うんですよね。そう、なんかどうすか、クラブハウスでさ、うん、一番うるさいのはやっぱチディ？いや、ミチやろ。あ、確かにミチはすごいね。確かにずっと喋ってるよね。トレーニングルームでももうミチずっと誰かしら喋ってるもんね。そうだね、面白いからね。確かに。それかブラジル人がなんか一生喋ってるか。ブラジル人はずっと喋ってるね。ここブラジルかみたいな感じで思うっすよね。確かにたまに思うもんね、うん、あれ入ってきたいけどね、なかなか難しいっすよね。無理だね、うん、そうっすね、うん、どうっすか、あの新加入選手とかも結構喋ってます？まあもう長いし、うんうんうん、俺は結構カザキとかよくご飯行くね。まあ、マジですか、うん、道とか。そのイメージないの。道と仲いいからね。そこら辺道仲いいっすね。道射程だからね。俺射程なん、射程だね。最近一緒にゴルフとかも行ってたりして、そう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 、うん、この前もカザキともう一緒にゴルフ行ったし、最近結構一緒にいること多いね。さっき始まる前にゴルフの魅力語り尽くしてやろうかなって言ってたけど、うん、ちょっと時間足りないかもしれないね。じゃあやめてください。いやでも本当に面白いしね、うん、結構 SNS にも上げてこうね、あんまりやってる人少ないじゃん、その積極的に。まあ、確かにそうだね、チームだね、うん、そうそうそう、だからまあやそういうのもどんどん、やっぱり SNS とかピッチ外の選手の様子が見れるから、やっぱそういうのは上げてほしいものですか。やっぱりそうですよね、うん、はい、結構やっぱ皆さん見るんですね、そうなったら。でもなんかサッカー選手あるあるでさ、こう負けてる時ってさ、なかなかさ、うん、上げにくいよね、上げにくいよね。そういうのね、分かる分かる。でもやろ、これやろ、サッカー選手あるあるやろ、サッカー選手あるある なんかないっすか、サッカー選手あるある。例えばあのグランド来る時にあの車の中からピッチ見えて、コーンの置き方で、うわ今日フィジカルじゃんみたいな、あ今日走りじゃんとか、あああるな、あれでない、それは確かに、それあるね、あそれはあるかもしれない。一さんの時よくあった、うん、あ一さんね。なんかないっすか、サッカー選手あるある。その調子悪かった週のミーティング結構気まずいやん。わかるわ。映像とかでも、ね、出されるもん ね、 確かにあれやだね、見たくないね、やだねあれ、あれ、うん、確かに確かに。なんかあります、のぶくんは。なんだろうな、サッカー選手はなんだろう、全然思いつかばない、思いつかない。じゃあ俺もう一個いいっすか、うん、あのミーティング前に一瞬だけ映るあのミーティングの今日の時間、あの10分ぐらいだったら、あ映像の時間ってこと、映像の時間10分ぐらいだったらいいけど、たまに25分とかあって今日ミーティング投げ、長いな、ミーティング投げ、あ自分の割りプレー出るか。それはなえるね。まあいいか、あるね、うん、もう言いたいあるあるないですか。星の、あ、違う、星原健太くんがよくサッカー選手あるあるツイッターでつぶやいてたけど、イエスだ、うん、何言ってた健太くん、なんかサッカー選手あるあるいろいろ昔あげてましたよ。つぐくんもやってたね、つぐくんね。じゃ あ、 まあサッカー以外のことでなんだろうな、プライベートなんかあります。俺は最近もっぱらゴルフばっかり。まあそうね、大輔はマジで趣味多いもんね。本当にノブくんとか何してんのオフ。俺でもオフは大体家族で過ごしてるけど、うん、まあ、大体出かけてるかな。最近は涼しくなってきたからピクニックしてる。ガチでガチで。どこ、焼津でやってんの。焼津、焼津、あのさグランドの近くのさ、うん、芝生の公園あるじゃん。ああ、いや俺も行く、西公園、うん、あかな、あの海沿いのところ、はあ、はあ、あそこ、あ海沿いの方、そうそうそう、石津浜の方、そう、あそこあそこだそうですよ。え、大現れるそうなので、だって散歩、あれしてない、見つけに行ってください。犬の散歩してない。俺めっちゃあそこで散歩してるだよね、毎日するね。あそこ、あそこめちゃくちゃいいよね。でもめちゃいい、めちゃくちゃいいね。あそこの公園に行くと多分結構前 FC の選手いるんで結構遭遇しますね多分、うん、あそこは。ちなみに大輔くんの犬を預かってる時は俺5時半からあそこであの犬の散歩してます。え、朝の、うん、奥さんと一緒に。はい、俺一回5時半にユニフォーム持ってきたおじちゃんいて。マジで。え、すごい。週末現れるの、ね、あの確認して、最近あの何回も来ててやっと会えましたとか。え、すごいわそれは。5時半にサインした。それすごい。うちの犬の方が多分嫌がってるよ。そんな早く起こすなんて。確かにね。じゃあまあここでじゃあそろそろ1曲お届けしますか。はい、
水野選手からのリクエストです。なんかこの曲に思いありますか？まあヒゲダン自体はね結構好きな人も多いと思うし、まあその中でも割と新しい曲選んだんですけど、はい、まあスパイファミリーの曲だし、じゃあアーニャのモノマネで、それでお聴きください。お願いします。アーニャ出ます。それではお聴きくださいまする。うまっ。うまっ。マッスルにするとこいいね。やめろ。生放送やさ。え、結構いいんじゃん。え、これ今聞こえてる向こう。大輔頼り。これ聞こえてる。すごいわ、ね、やっぱり。マジで。すごいね。さすがだね。すごいよ。本当に。19時42分40秒になりました。この時間は川島選手、水野選手をスタジオにお招きし、僕杉田正彦の進行でお届けしております。選手のみでお送りする30分、マイ FC ロッカールーム。ここからはマイ FC インフォメーションのお時間です。クラブからのお知らせを本日は2つお届けします。まず1つ目は J1 クラブライセンス交付決定。昨日 J リーグから2024シーズンクラブライセンス判定についての発表があり、2024シーズン藤枝前 FC に J1 クラブライセンスが交付されることとなりました。嬉しいですね。やっと施設基準の例外規定を適用して交付ということですが、これで結果を出し順位の条件を満たせば J1 に昇格できるということになりましたね。いやー嬉しいですね。嬉しい嬉しい限りですね。本当にずっと今前吉何年目でしょ。もう6年とかいるから、もうマジでもうなんか感慨深いですよね。やっぱり正直入ってきた時のことを思うとマジで感慨深いですね。J1 ライセンス確かに2年目だっけ。違う1回出て戻ってきて2年目。そっかじゃあ俺よりキャリアが浅いわけではない。そうあそっかそっか全然藤枝ペーペーじゃないから。ホームページでは藤枝前 FC 徳田代表のコメントも公開してますので、ぜひご確認ください。この場をお借りして日頃からご声援をいただいている皆様、ライセンス取得にあたりお世話になりましたすべての関係者の皆様に改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続いて2つ目です。今週末はいよいよ静岡三国決戦、清水エスパルス戦。チケットはクラブ史上2度目となる完売、満員のスタジアムで戦えるということでワクワクしています。すでにチケットをお求めいただいた方で QR チケットをご利用のお客様、試合当日はアクセスが集中することから電波状況が大変悪くなります。 QR チケットはプリントアウトまたは携帯電話のスクリーンショットに保存していただくことをお勧めします。スムーズな入場にご協力お願いします。そしてグッズ、今回グッズ売り場は3カ所あります。いつもは2階コンコースの1カ所のみですが、今回はなんと正面広場の北側ゲート付近、正面玄関前でもグッズをお求めいただけます。今節も新グッズが多数登場、静岡三国決戦コラボグッズから大注目のだるま、そして全選手のホログラムステッカー、ラバーキーホルダーなどなどです。販売場所によって取り扱いグッズが異なりますので、ぜひ事前にホームページでご確認ください。今年最後の県内対決、皆さんで共に盛り上げましょう。はい、以上マイ FC インフォメーションでした。
水野選手があのマイク通ってない時に相当ボケてました。 YouTube でご確認ください。大事なことなのでもう一度言いますとか言おうかなと思ったけどちょっと面白いから言ってくださいはい。水野選手があのマイク通ってない時に相当ボケてました。 YouTube でご確認ください。はい、はい、じゃあ結構質問が来てるからちょっと質問読みますか。あ、いいねいいね、うん、じゃあどうしようかな。ラジオネーム浜松のアンデルソン大好き人間さん。すごいね名前の癖が走行距離がすごそうな川島選手、水野選手がゲストということでお二人の疲労の取り方など試合後の過ごし方を教えていただけたら嬉しいです、うん、PS 清水戦絶対勝ってくれ。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。どんな感じですか。自分は、まあ、家族で過ごすのと同時に家族好きだね、うん、家族大好き。あとはでももう食べ物かな、うん、もう甘いの大好きだから。そうだね、もう試合後は俺もとにかく甘いの食べる真っ先に。何甘いの、もうケーキとか普通にプリンとか。こないだすごかったね、それ差し入れ。あんまサッカー選手だから言えないけど差し入れ狙ってるねこれ。差し入れ狙ってるわこれ。試合後の甘いものが好きらしいです。はい、それを食べて疲労回復してますね、はい、自分は。はい、クリームブリュレとかね。はい、そうクリームブリュレとかね、アイスのね、せんべいとかね。せんべいは甘くないね。大輔くんは。俺か。どうすか。うーん、大体想像つくけど、まあまあ、基本アクティブレスト好きなんで。ってことは、うん、まあ、ゴルフ行ってたり本当に疲れ取れる。まああの距離走ってるもんな。でも余計疲れない。いや疲れないんだよこれは。大輔はそうよな。確かになんか試合後、うん、毎回データが来るじゃないですか、うんうん、大輔くん赤いもんね、うん、数値走行距離のところとかね。距離が多い人はね、うん、赤いからね、まあ、それは仕事だからね実際。まあ、あとはね犬の散歩が日課だからね。そうですね、うん、まあそういうので、ね、小麦くん、小麦がね、まあ、いいオフの過ごし方ですねそれは、うん、じゃあ次の質問いってみますか。行こうか。何いきます。あ、じゃあラジオネームマンゴー大好きさん。毎日暑い中練習お疲れ様です。今日の公開練習も見に行きました。すごい。水野選手はチームメイトとゴルフまたゴルフに行きゴルフの写真を SNS に上げてくれて選手のオフの姿が見れるのはすごく嬉しいです。ほらやっぱそうだね、うん、オフの姿だね、うん、杉田選手川島選手はオフの時はどこか出かけたりしますか。まあ、ノブ君はあの公園にいると。そうだね、公園多いね。焼津藤枝の公園は出没するね。家族がいると行きやすいね。そうだね、うん、子供いるし、まあ、俺も公園行くか。何してんの公園って。え俺俺ウォーキングしてる。ウォーキングしてる。俺ウォーキングしてる。ね、大輔くんも会うもんね。会ったもんね。マジでマジで。俺本当ウォーキングしてんの。マジで。まあ、かやっぱ静岡行ってショッピングかな。ああ、うん、静岡ね。そんな感じですね。これ長いな。ペンネーム藤枝のレジェンドさん。誰わかんない。誰。いつも藤枝マイ FC を応援しています。J1 ライセンス取得おめでとうございます。 J3 の時から応援しているので感慨深いです。杉田選手、川島選手、水野選手のことはよく知っているので頑張ってもらいたいです。まあ、誰。水野選手に質問です。過去に所属していた浅田選手と仲が良かったと思いますが、練習終わりにランチする友達はできましたか。あと試合中の写真の手の癖がいつもありますね。頑張ってください。応援しています。これ浅田だね。間違いないっすね。これ、うん、浅田からの質問だねこれは。完全浅田くんですね。浅田くん。まあ今知ってる人もいないかもしれないけど。どうなんそうだ。どうですかね。知ってる人も。浅くんわかりますか皆さん。2人、2、3人2、3人ですね。結構いる中での2、3人ぐらいですね。ラジオ聞いてくれてるかな。多分聞いてるでしょ、こういう質問してるってことは。一応ね、うん、キャプテンだったからね。確かにそうだね。歴代そうだね。じゃあ次行こうか。質問には触れずにね。触れずに、質問には触れずに。そうだね、じゃあ一回、どうします。質問読むか、ちょっといろいろ話すか。フリートークでいいんじゃない。フリートークするじゃん。うんうん、じゃあフリートーク行こう。どう、最近ロッカールームの様子とかどんな感じですか。フグキャプテンの2人から見てて勝てない時期があったけどやっぱり今こう来てて
まあ、勝てない時期はさすがにちょっと空気もなんか重たい感じはあったかもしれないけど、いやでも熊本に勝ってからここ最近は全然そんな感じもなくなった感じすごいあるけど、そんな雰囲気が出てる ねだいぶ、まあ、やっぱりでかかったっすよね、あの試合は。いやあの試合マジで、ね、本当に今年一番と言ってもいいぐらいでかかったんじゃない、うん、気合入ってたね、入ってたね、あれはね、ドミ君点決めた時めっちゃ嬉しかったんじゃないですかね嬉しかったね、あれはめっちゃガッツポーズ、オガもね、やっぱフルスに相手にね、やっぱああいうのが ね勢いづかせますよね、すごいね。ドミ君といえばノブ君、ノブ君といえばドミ君、仲いいからね、まあね、できてるからね、できちゃいないよ俺ノブ君呼ぶときとかドミ君って言っちゃうし、ドミ君呼ぶときノブ君って呼んじゃうんですよ。いやでもマジで間違えられる ね、みんなに間違えられるし、マジで間違えられる、普通にそんぐらい仲いいっすよねもう何年目ですか。えでも2年目とか群馬の時、いやそうね、そんな2年であの仲だったらすごいねそれあなた、それあなた違う違う違う確かに仲いいよな、仲いいコンビとかさ、どう、誰だろう、チームでこいつら仲いいなみたいな、くっついてるグループ、コウタロウと妖精とか、あーそこ仲いいね、大卒仲いいね、1年目はね、よくあそこでくっついてるもんね。だってチディと妖精も一応ねずっとなんかみたいだね、長いのもね、あ、あとあれか、ウソップ海賊団ね、ケイゴ、違う違う違う、ソネ、コウタ、ヤム、 あそこはいつも一緒にいる いるね、筋トレでなんか仲いい、ね、コウタとかなんかすごい静かなイメージあるかもしれないですけど、筋トレルーム行くとめっちゃ声出してやってますからうわーとか言ってやってるよねやばいよね、やってるやってる、あれヤムにちょっといじめられてるよね、あれいじめられてる筋トレでいじめられてる、ヤムマジトレーナーっすよねヤムすごいから、ね、あいつの筋トレすごいっすよね、すごい、マーサ君やってみって言われるけど、もうすごい、あきついきつい、すごいよあれは、ヤムケン体すごいもん、すごい、ね、体バキバキ部門第一誰かな、チーム でもマサキも負けてないと思うよ、確かに俺それ言ってほしかっただけうわ最悪言わなかったわ、肩のデカさランキング1位や確かにそれ言われるね、えナウドもすごいよね、ナウドすごい、ナウドすごい、ね、ナウドすごい、ナウドバキバキだよね、うん、あれナウドのナウドもすごいしやめろ生放送なんで今日ちなみにあのティップネスさっきここ車行ったんですけど、ナウドいた、ナウドいた、ガチで、うん、アデとかも温泉にいて、ビビるやろうね、うん、あの店員さんたちが、あ店員さんっていうんですか、ジムの人たちが、あの陽気なブラジル人たちが、あの行きましたよ、ジム来ましたよつって楽しいですよねって言ってましたさっき、じゃあまあそろそろお別れの時間が近づいてきました。この番組は性感検査センターの提供でお送りしました。さて今回の放送はここまでです。最後までお聞きいただいた皆さんありがとうございました。まだ時間があるので、もう少し、じゃあ質問を読みますか。このまま閉まっちゃうのかと思ったそれはないっすよさすがに。どう、なんか面白い質問あります？確かに読んでいいっすよ、なんか面白いのあれば。こういうのは言ってください。ラジオネームベルベットさん。ベルベットさん。祝 J1 ライセンス。ついに藤枝も J1 への一歩を踏み出しましたね。スタジアムの改修もさらに進んでいくと思いますが、お三方に質問です。ここは丸々がすごかったなと思ったり、印象に残っているスタジアムはどこかありますか。おどうですか。スタジアムはね、スタジアムね、でもいいとこ、カテゴリーが上がってね、いいスタジアムいっぱいあったね、ね、やった中で、仙台とか、仙台、千葉とか、ね、千葉、大宮とか、その辺はやっててすっごい雰囲気良かったし楽しかったね。多分応援してこのサポーターの皆さんとかも感じてるとは思うんだよね。てかめ、俺ダゾーンでしか聞いてないけど、めっちゃ聞こえるね、サポーターの声、すごい多い、めっちゃ増えた、本当にありがたい、ボーいたじゃん、ベルディの時めっちゃ来てくれてた。あの人数で声聞こえるってすごいよ、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうしようかね。じゃあ、まあまだ行きましょう、ラジオネーム蹴っ飛ばしお姉さん。試合中気になってることがあります。須藤監督が選手たちにジェスチャーしながら叫んだり怒ったりしてますが監督は何と言ってるんですか。
選手たちには聞こえてるんですか、教えてちょう。はい、どうですか。これ結構みんな気になる。あっ、あ、じゃあ蹴飛ばしお姉さんですね。はい、蹴飛ばしお姉さん来てくれてます。来てますね、はい、いやー、これはもう名物かもしれないね。名物っすよね。名物でありハラハラドキドキ、うん、審判とやり合ってる時はちょっとハラハラドキドキみたいな。そうだね、退場戦からちょっと中から見ててもやっぱそうなんすか、心配になる時はあるけど、うんうん、そうだね。まあそれ止める役目を二人にはやってもらって。そうね、あの人も今2枚もらってるからね。もらってるからね、なんだかんだね。でも監督何か何言ってるって分かります？いや、あんまり正直分かんないよ。じゃあ何、聞こえない、踊ってるだけ。踊ってるはちょっとやばいかもしんないけど。まあでもこう熱さとか気持ちとかね、そういうのは伝わってくるよね、くるからやってる中は。まあそういうのは確かにね、うん。あとは退場 しないことを祈って、ちょっと監督には言っとかないと。そうですね、うまくいってください。じゃあ時間的にラストですかね。ラスト、うん、何、なんか何ですか。あ、川島選手、ラジオネーム5話、ゴールパフォーマンス考えてますか。お、俺もうパパッとゴールパフォーマンス考えてますか。まだ何も考えてないですね。考えてない。でも次の試合ぐらいやっぱ取るんじゃないですかね。そうですね、取りたいと思います、次ぐらいは。じゃあなんかパフォーマンスを考えてもらって。そうですね、それまでに。確かに今ディフェンダーの得点、うん、オーガー、ショータ、ね、増えてきてる。マジで俺ぐらいかもしれない、今年まだ取ってないの。ちょっとそれは問題ある、ね、問題あるね。今週キャプテン点取ります。はい、頑張ります。エスパ戦頑張ります。はい、じゃあこの辺でいい時間なので、なんかちょっと どんな感じでした、一言でお願いします。どうも、今日どんな感じでした。今日すごい楽しかったです、本当に、はい、楽しかった、はい、しちょっと喋り足りないぐらいですね。ですよね。すじゃあ次回の放送は10月11日水曜日19時30分からです。パーソナリティは岩渕亮太選手が担当します。いや、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。せーの、さようなら。バイバイ。バイキンマンおったわ。アーニャ、アーニャじゃなかった。あれ、うんま、時間ぴったりやん。ぴったりですね、大丈夫。結構よかったんちゃう。